中年オタッキーです。今日はね、ちょっと先にお知らせから、以前から言うと師匠って言ってますけど、プロフォトグラファーの中田さんの、お弟子さんのね、ゆかりさんっていう方ね、が、YouTube で動画をアップしております。で、もう結構な数ねアップしておるんですけども、結構ね素敵なページになってますんでね、もしよろしかったらね、この動画のね、説明欄にねリンクを貼っておきますので、興味のある方はね、ぜひ、見ていただければと思います。長野県というね土地柄で、結構素敵な写真もね、紹介されております。で、スキルの比較的浅い方になりますんで、共に成長していきたいっていう方、ぜひね見ていただければ、いいかなと思います。そういうと会う人にはねいい方かもしれないです。はい、で本題に入ってまいります。まあ先週は、立て続けにライブをやったり、ライブの直後にね動画をアップしたり、結構ねいろいろやらせていただきました。で、特に、居酒屋ライブ、というねちょっととんでもない企画をねやらせていただいて、飲みながらね中継みたいな感じでね、和高さんにもね出演していただきまして、楽しい時間もね過ごさせていただきまして、でまたそんなとんでもない企画にもかかわらず、たくさんの方がね見に来ていただき、またその後ねその配信した後のね動画もねたくさんアクセスしていただいてね、本当にびっくりします。嬉しく思ってます。ありがとうございます。で、今日はこのカメラの、ね、紹介に、なってまいります。こちらニコンのキャリーですね。これはハーフサイズカメラになります。居酒屋ライブにもね登場していただいた和高様よりねいただいたカメラになります。これ大衆機になるんですね。当時、昭和30年代の大衆機になります。その大衆機がどんな写りをするか、ちょっとね写真を撮ってまいりました。はい、それでは本編スタートしてまいります。はい、今日もね、動画の後半は、視聴者、どうしても言えねえな、これ。視聴者様の、写真の紹介になってまいります。今日はね、7名の方からエントリーを、受けてますんでね、結構の力作揃いです。最後まで、ご覧いただけたらと思います。で、このリコキャディのね、どんなカメラか、もうね、もうハーフサイズカメラなんですよ。これ、よっと。まあ、いつも紹介してますけど、縦長のね、通常のフィルム1枚のスペースで2枚撮れるっていうね。ほんで、比較的安価に製造された、大衆機になりますね。発売年が1961年でね、価格が1万800円だったのかな。当時1961年って言ったら昭和30何年だ、36年で1万800円って言ったらまあまあの金額とは思いますけど、まあ大衆機なんですね、これでね。で、レンズがね 25mm の F2.8、 これがね非常にシャープに映ります。なぜシャープなのか、もうね僕の動画をね頻繁にチェックして、いただいている方ならもうピンときますね。富岡工学生です。富岡工学生のね、3群4枚、4枚玉になるんですね。で、特にね別段とそのレンズが素晴らしい以外はあまり特徴はありません。一応ねセレン光で EV 値がこう出るんですけど、それの特に連動してないんですね。だからその露出系の数値を見て手でこう、露出を合わせることになるんですけど、これがものすごく操作 しづらいです。ちょっとコツがいります。こうつまむようにしてこう回すっていうね、これ操作面がすごく薄いんで、
まあ僕は今回ね、大半が、晴天日中シャッタースピード 250F8 固定 で上昇点マークで撮りまくったんですけど、一応ねシャッタースピード最速で背景をぼかすような撮り方もできます。ハーフだからあんまりボケないんですけど、まあとりあえずボケは出ますね。でまあ目測ピント合わせなんですよ。あの距離計がないんで、あのレンジファインダーってわけで目測になるんで、この一番前のピントリングで距離を見て被写体までの距離を計算して、ピント合わせするカメラになります。で、まあ、あのかなり簡素に作られておりまして、これも面白いですね。これね巻き上げ、これなんていうんですか、わかるかな、ちょっと露出オーバーになっちゃうな。これねちょっと回したらねこれが出てくるんです。ほんでフィルムを巻き戻すという、ちょっと面白いこれ構造になってますね。でこの EV 値の方はこのちっちゃなダイヤルでねくるくる、いや、これすげえ硬いんですけど、マネかマネかマネや、すごい硬いんですよね。これでね ISO のね調整をするんですけど、ちょっと回んないですね、回んないな。まあちょっとあのこの間くつっと回ったんだけどな。で僕はね露出系は見ませんでした。これ生きてるんですけど、なぜ見なかったかというと見えない老眼ちっちゃすぎて老眼で見えないですよ。で固定でね、固定露出で、マニュアルでね固定露出で撮りまくったって形になりますね。でどんな写真が、撮れたのか、とりあえずねあのいつものようにバババッと、作例を見ていただきますけど、これあのハーフカメラでこう普通に構えたら縦構図になって非常に縦構図の写真が多くなります。でいつものように縦構図の写真寝かしてありますね。縦構図の時もこう横見て、あの横になってみるとかいろいろ工夫してみてください。はい、それでは作例参ります。作例見ていただきましたかね。今回も、イギリスのケントメア、ケントメアパン100、というフィルムで、撮ってきました。で、京都の街中でね僕あんまり街角スナップとかね得意じゃないっていうか、街角スナップほとんど経験ないんで、大した写真にはなってないんですけども、非常にシャープな写りになってます。駅の構内でね、女の人がその待ってる写真、あれ実はねかなりトリミングしてるんです。ハーフカメラただでさえ画質が悪い、それでトリミングしてもまだ見れるっていうのはこのレンズ相当なもんだと思いますね。まあさすが富岡さんということで、富岡さんのねレンズを今ねもうちょっと追っかけてるような感じになるんですけども、でこのレンズは、リコーオートハーフでも同じレンズが使われてる模様で、あのリコーオートハーフもねいい写り、ということでね富岡さんなかなかやりますね。まあ富岡さんが製造した、ツアイスレンズとかもあるようで、さすがの写りでございます。で、今回ちょっとレトロっぽい写真が多くなってしまったんですけどもね、その女の人がね駅構内で、ね、その電車を待ってる写真をちょっとセピア調色に、してみました。できたんですけど、デジタル処理ですけど、そちらもご覧ください。はい、どうでした？この写真ね、セピアにしたらいい感じですよね。自分で言うのもなんですけど。まあ、やっぱね、街中歩いてるといろんな変化があってね、シャッターチャンスもいろいろありますね。都市部に住んでる方、羨ましく感じます。この写真はね、京都のね、向こう町駅だったかな。JR の、向こう町駅だったかな。
で、撮りました。先日ツイッターとかでも、言いましたように、京都のね、カメラのなにわさん、に、お邪魔しまして、その時にね撮った写真になります。でカメラのなにわさんでねゲットした、レンズなんですけども、バラしてね、整備したんことは整備したこのレンズなんですけどね、かなりのカビカビの状態だったんですけど、まあ使えるようにはなってるんですけど、見えるかな、レンズを分解してる時にね手が滑ってね1枚落っことしちゃって欠けてます。でもある程度絞って使うレンズになってしまいました。まあ開放で見た感じでは影響出てないんですけどね、貴重なね随行レンズ、をちょっとかけさせてしまったんですけど、まあカビ完全に落ちてないんですけど、まあ使えないことはないかなっていう感じです。このレンズいいボケしますね。まあちょっと話は脱線しましたけど、そのリコーキャディさんね、リコーオートハーフはすごくねもうプレミアになっちゃってね、まともに動くやつはすごい高いし、でオートが動かないと役に立たないカメラなんですけど、これはもうマニュアルなんで別にねセレンが死んでても全然、単体色スケールが、なんかさっき言ったように、晴れの日だったらね100のフィルム使ってるんだったら250の F8 固定したりして、撮るのがねできるんでね、このカメラ案外買いです。で状況にもよりますけどね、結構ねジャンクボックスとかにも入ってるカメラになるらしいです。僕は見たことがないんですけど、ネット上ではどのぐらいで出回ってるかちょっと確認してないんですけど、安く出回ってたらねぜひゲットしてね写真を撮ってみたらいいと思います。はい、これのカメラの一番の売りはね携帯性です。もうとにかくねレンズが薄いんでね、僕はねこのカバンのねこのカバンのここにね放り込んで使ってました。今ちょっとレコーダーが入ってますけど、もうレコーダーとそんなに変わらない厚さでねこのカバンにスポット入っちゃうんで、携帯性が非常にいいです。で重量は軽くはないですけど、いい感じで楽しめると思います。はい、今日のねカメラ紹介はね、こんな感じになっていきます。どうですかね、やっぱ富岡光学製のレンズということで、素晴らしい写りをすると思います。で背景ボケを狙うにしてもその目測ピント合わせで外すことが多いんで、僕は、上焦点マークでやや絞ってパンフォーカスで写真を撮った方がいいんじゃないかなと思ってます。はい、写真、カメラの紹介は今日はここまで。それではね視聴者様のちゃんと言えた、視聴者様の、写真を、紹介してまいります。一番最初はねすごいいいねがいい、ツイッターでめっちゃいいねがいい、ね一番最初はね以前もねスキャンでお世話になった、スキャンスタジオ F11 さんの写真を紹介してまいります。それでは、写真の方どうぞ。はい、スキャンスタジオ F11 さんのね写真紹介しましたけど、まあこんな感じなんですけどね、これずるいっすね。これすごいっすよね。これ本当にネガで撮ったのっていうぐらいね、なんちゅうんですか、やっぱねスキャナーの能力がもうズバ抜けてるんですよね。ハッセルブラッドのフレックスタイトっていうねスキャナー、プロ用のスキャナーで、スキャンしてましてね、圧倒的ですよこれね。皆さんには動画で伝えてるんでねそこまで伝わらないんですけど、もう原画を送られてるんでもうドヒャーって感じですよね。むちゃくちゃいいです。立体感もありますしね、光沢のねなんていうんですか、会長ですか、質感がむちゃくちゃいいです。このねフレックスサイト、体験した方、特に東京の足立区の、ね、近辺の人なんかはね、リンク僕のプロフィールにねスキャンスタジオさんのねリンクは貼らせてもらってますんで、1時間3000とか、 なんか無料体験もあるらしいんですけど、でスキャンし放題とかなんかそんなんであるみたいなんで、ちょっとはねサイトの方でリンクが飛んで
見ていただければと思います。はい、次が7人もいるんでね、ちょっと誰が誰だか分かんなくて、1とし9さんですか、の、いつもありがとうございます、写真を紹介してまいります。はい、1とし9さんの、写真なんですけど、今回いただいた写真でもしかしたらトップかな。これすっごい好きです、この写真、素晴らしいですね、水面に映る、これね、構図のバランスも非常に良いですし、いいと思いますね。僕大好きです、こういう写真、ありがとうございます。そうや、撮影データを言うのを、忘れていたな。この写真が、ニコン F80D、AFS28300G、と記録用100、で撮ってあるみたいです。はい、ではね、次の写真参りますよ。間違えないようにしないとね。今度和賀さんの写真、和賀さんの写真に行ってみようと思います。和賀さんの写真なんですけど、これタイムマシンか何か持ってるんですか。いや、もうこれすごいっすね。これバリバリ昭和ですよ。これコロナ、トヨペットコロナかな、映ってる車は。街の雰囲気もね、バリバリ昭和中期、って感じで、これどこで撮ったんだ。これ素晴らしいですね。なかなかこんな写真、うちのね、近所にもね、こういう街並みはあるんですけど、ここにコロナが止まっていること自体がもうどう考えてもちょっともうすごいぞっていう、写真になってますね。撮影データがね、ペンタックスの KR ですね、シグマ 3570F2.8 から4っていうレンズ、ややコンパクト、これハードオフで108円で買ったんですか。安すぎますよ。こんな108円のレンズでこんな写真撮られたらたまらんすな。いい写真だと思います。はい、次が、こちら、ケンタナさん、ケンタナさんの写真いってまいります。はい、ケンタナさんの写真ね、特に僕が気に入ったのはこちらですけども、もう一枚の写真も相当面白いって面白いんですけど、綺麗に撮れてますね、これね、餃子屋さんのね、照明で、撮られております。カメラはね、オリンパスの OM-1 でね、これは随行 50mmF1.8、 さっきね、修理したやつって同じレンズですね。で、スペリアプレミアム400ネガで撮っておりますね。ネガでも綺麗に写ってますね、これね。ハイライトからシャドウまでの、ね、回転も素晴らしいと思います。いい感じに撮れてますね。でもう一枚の写真もね、ちょっとダウンロードしておけばよかった。これね、3人とも同じポーズで写ってるのがすごく面白い写真になりますね。もう一枚の方は、200mm 随行 200mm の F5 になりますね。はい、次の写真参ります。次の写真が、いつも、投稿していただいた夢旅人さんから、の写真です。それではどうぞ。はい、夢旅人さんの写真ね、モノクロモードで撮られてる、これコンデジの写真らしいです。これ綺麗に撮れてますね。背景もね、ちょっと拡大しても背景もね、しっかりボケてますし、コンデジでもこんな写真撮れるんですね。そして、それもね、コンデジもコンデジ、ハード F でね、ジャンク品1000円で買ってきた、これ、なんだっけ、ルミックスか、ルミックスだな、
もうちょっと詳しくないんでね、ルミックス。松下のカメラ全然詳しくないんですよ。ごめんなさい。DMC-FX7、というカメラで、ISO80 っていうね、低感度で撮られてるみたいです。コンデジでもね、ここまで映るんですね。見事だと思います。はい。次が、おしゃれな高橋貴子さんの、写真を紹介します。はい、おしゃれな高橋貴子さんの写真ですけども、これ体育館かなんかの出口なのかな、その向こうにね、海が見えてるんですね。これ素晴らしいね、あの構図、バランス、いい感じだと思います。ほんでね、あのコダックのエクタで撮っておられて、あの発色がね、ちょっとブルーがかった、エクタブルーとかいうやつですけど、素晴らしい色合いで撮られてますね。撮影データがね、ニコン F2 フォトミック AIS35mmF1.4 いいレンズで撮ってますね。羨ましい。場所がね、横浜第三橋っていうことです。ガラスの、ね、向こうが本当に海に向かっていて、綺麗な写真だと思います。はい、おしゃれな高橋貴子さん、ありがとうございます。はい、次がね、最後になるかな、柿の木さんの、写真、初投稿ですよね。おしゃれな高橋貴子さんも、初投稿でしたね。柿の木さんの写真、紹介してまいります。はい、柿の木さんの写真ね、これがちょっと気に入りですけど、だいぶ苔が生えた木が写ってる古民家の前で撮られてる。これもまた昭和の雰囲気、もう一枚もそうですけど、かなりね、昭和の雰囲気が色濃く出てるね、写真だと、思います。撮影データがね、こちらの写真、今紹介した写真が、キヤノン FTB、FD50mmF1.4SSC、スーパースペクトラコーティングです。フィルムは、富士の記録用100になります。もう1枚の方はね、ニコバートで、ニコール SC オート 50mmF1.4、 こちらもいいレンズになりますね。50mm のレンズね、割とね、いいと思います。僕も最近 50mm よく使ってますけど、一眼で 50mm、 やっぱ 50mm が基本になりますね。で、いい感じで撮られております。柿の木さん、ありがとうございます。今日の写真の紹介は、ここまでということで、どうだったでしょうか。皆さんもね、デジタル、フィルム、撮りませんので、1回につき投稿は2枚まで。で、そのツイッターの DM、中年オタッキーのね、ツイッターの DM で、送っていただければと思います。通常のとこから送ると、流れてしまってどこにあるか分からなくなるので、必ず DM で送ってください。まだね、チャンネル登録じゃない、フォローしてない方はね、もう一方的にフォローしてね、いきなり、写真を送ってもらって結構ですんで、ぜひぜひ写真を送っていただければと思います。みんなでね、楽しく、写真をね、シェアして、みんなでね、上手になっていきましょう。今日の動画はこんな感じになるんですけどね、どうでしたかね。ライブが、ちょっとライブ立て続けにやったんですけど、ライブが非常に好調で、なんかライブできないかなと思ってるんですけど、あんまりやるとパケットが足りなくなって、うーんって感じなんで、まさかね、Wi-Fi が使えるコンビニとかからはライブするわけにはいかないでな、難しいところなんですけど、次の動画はね、今週もし、時間があればですけども、先日ちょっと話しましたけど、久しぶりにね、写真の技術的なお話で、被写体を意識する、被写体を意識して、それから構造を決めるみたいな、動画を作りたいと思ってます。で、時間がなければちょっと見送りになるんですけど、で、カメラの紹介もね、もう続々とね、写真撮り上がってて、先ほどっていうか、ツイッターでもね、つぶやかしてもらったんですけど、こいつでね、トライ X400 で、これニコマートの FTA の、レンズがね、ニコールエッチオートだったかな、ニコールエッチオート F2、50mmF2、でトライ X を使って撮った写真もね、36枚撮り上がりましたし、他にもね、これ
すでにね、もうこれなんかノリノリで一気に、このカメラあまりにも楽しいんで、これペトリペンタ V に、レンズが、ペトリカメラ、ペトリ、F1.2 55mm F1.2 っていうね、レンズで撮った、これかなりいい感じでのレンズだと思うんですけどね、で取り上がってますし、まあ、他にもね、取り上がってるのが、EOS 55で 50mmF1.8 と、28105を、ねズームレンズで撮った写真も取り上がって、どれ次行こうかなっていう感じになってるんですけど、まあ、とりあえずその技術的な写真できれば、今週、アップするかなと。ほんでまたその次にカメラの紹介になっていくと思います。ほとんどがモノクロ、の写真になります。コスト的にもそうですし、モノクロが好きっていうのもありまして、モノクロ写真を紹介していくことが多いです。はい、今日の動画はこんな感じになりました。ね、写真のことをね、次々と、やっていきます。初めて見てる方、もしチャンネル登録してないのであれば、そのうちね、この辺にねカメラのマークが出てきます。そこを押していただければね、チャンネル登録に進めますんでね。でまた時間がありましたらね、この辺にね、リンクを貼っておきますんで、他の動画もお楽しみいただければと思います。今日の動画はここまで。またね、次の動画をお待ちください。はい、できればチャンネル登録してね、チャンネル登録したら通知が来ますんでね。はい、それでは、次の動画までまた、お待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。はい、また次でよろしくお願いします。それでは。